伊集院博士は、元毎日新聞社記者、元プロレス解説者、元ラグビー選手、鹿児島県出身、歌手だった墨江ミ,ミチ留のおじにあたる人物である。旧制、順天中学を経て、明治大学に進む。明大では、ラグビー部で活動。ポジションはプロップ。1931年度の、東大学生ラグビーフットボール大公王座決定。 戦において、京都帝国大学を下して命題は、初の全国制覇を達成したが、その時のメンバーである。また、日本代表選手として、1932年のカナダ、代表来日試合に2試合とも出場。卒業後、毎日新聞に入社。長らく同社の運動部記者として勤務。後に、同社同部の部長となった。第二次世界大戦後、か山茂。 南波京一らと共に東京ラグビー場建設に尽力。さらに日本プロレスが設立されると、毎日新聞がその講演会社となったため、プロレス中継の解説者として起用されることになった。その縁もあり、後に日本プロレスの看板レスラーである力道山からボクシングジムを開設するため、その会長になってもらえないかと、平身提投に打診を受けたため、 当時55歳だった毎日新聞の定年を半年繰り上げて退社し、会長に就任した。ところが、会長就任後、力道山は態度を翻し、当人を存在に扱うようになったため、会長とは名ばかりの肩書きに過ぎなくなった。そうした扱いに対する鬱石が原因となり、1963年2月20日、東京、東中野の自宅の都営アパートで、 活服自殺を遂げた。なお、傍らには、力道山宛の遺書も残されていた。ありがとうございます。